はいどうもこんばんは。12月20日金曜日夜9時を回りました。リビードタイムです。パーソナリティのアイゼンです。本日は、はい、遠洋漁業ではございません。はい、帰ってまいりました。冬の海から。冬の海から。本当にね遠洋漁業って言ってるけども、はい、あの海にはね、はい、出る人ではありません。はいはい、はい、ジェニコさんです。はい。なんかさらっとしてんな。はい。そしてぬるっと姉さんです。はい。どうしたの。なんか静かですね、あなたたちね。今日はね、ちょっと初めはこう下目から行こうかなんです。え、大丈夫。俺ちょっとマイクの出力上げとく。え、これ後で割れるよね。上げると多分えらい目に遭うと思います。あと私とジェニコさんの声だけえらい通るから。そうだよね。うん、危ないことですね。そうです。はい。というわけでですね、はい、最近あの、一周交代ぐらいであのこのね赤い人があっちこっちをね、最近もう赤くなくなっちゃった。本当だ、ね。はい、サブリティンですね、今ね。サブリティン、はい、てな感じになっておりましたけど、はい、今年は残るところあと2回ね、ラジオもね、はい、ということでですね、はいはい、今週と来週はですね、同じメンバーでいきますよ。はい、はい、ね、それはもう、あの、うん、締めにふさわしい方が。そうですね。はい。はい。呼べば来る人たちは、違います。決してそうじゃなく、そうじゃない。締めにふさわしい方を、わざわざ、はい。そうですね。呼び出しております。呼び出す。はい。呼び出すっていうこと。ニュアンス何も変わってない。余計ひどくなってる感じがしますけどね。はい。はい、まあ、そんなわけで、まあ、いろいろ、あの、毎月恒例の告知なんかもあったりもしますから。はい。ね、はい、できるかどうかわかんないですけど。はいはい、ただ、あれですよね、うん、今週はロックバー会でしょ。まあ、本当はそうそう。本当は。いや、いや、そうです。今週はロックバー会です。ロックバー会です。はい、しかも、いろいろ、ね、今回、多分特別なはずなんだよ。多分。うん、その辺は、後ほど。うんうんうん、はい。うん、はい。で、来週が、まあ、今年最後の締めということでね。はい。はい。まあ、メンツは一緒ですけど。先に言うか。はい。というわけで、じゃあ、残すところ、あと2回、提供読み、あと4回です。さあ、行ってみましょう。どっちから行くいいですか。行きますよ。はい。この番組は、4号線沿い、エネオス、対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドに見守っているメイハウス、木漏れ日リレー、木漏れ日、桜川からお取り沿い、スープカレー、桜地下鉄高等台、公園駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。うん、やっぱりあのフェーダー振り切ったわ。うん、はいはい、ということでね、はい、お届けいたしますよ。はいね、はい、さあどうなるのでしょうか。では一旦 CM です。Remember sound, Tencho. Hi. これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。Oh, 見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。
っていうわけでね、何、はい、今姉さんがディレイ係だったの？うん、そうです。ディレイタイム完璧でしょ？完璧ですね。うん、そうそうそう、ね。打ち合わせないです今日も。ああ、そうですか。はい、そうですよ、うん。何もないですよ。なるほど。はいはいはい。収録前二人でどっかいなくなってたからなんか。会議してるのかな。全然違う話してた。普通に仕事関連の話をシャラシャラとして楽しくお話をしました。はい、はい、というわけで、はい、ね、さあでは今週は今週は、はい、はい、どちらの方を呼び出してしまったんでしょうか。はい、はい、ロックバーといえばこの方、はい、はい、そしてロックオンミュージックスクールといえばこの方、はい、はい、どっちで言えばいいのかな。え、何が？うん、何か。どっちもこの方。もう冷たいから視線がもう、はい。コンタ先生です。こんばんは。こんばんは。そして、はい、フェーダー上げてくださいね、コンタ先生。はい、そうします。声が。誰が都合がいいしめさばや。誰が都合のいいしめさばっつった？それはアイゼン君が言いました。え、ちょ、俺なんか前誰小松かどうか言ってたんだよ。え？うん。都合がいいしめさば。しめさばとは言ってないけど。そうそうだよ、ほら、なんかの時に言ってたじゃん。小松が、うん、それじゃあ小松のせいですよ。そうか。うん。うん、よし。いない人のせいってすごいですね。うん、そう、そういうもんだよ。犯罪欠席裁判。はい、裁判つえばさ、ね、あ、いいや。あれ、踏みとどまりました。珍しく踏みとどまりました。見切り発車じゃないですか、しかも。うん、これを、いい。確認してから喋る。あ、なるほど、なるほど、はい、というわけで、おそらくその話も、おいおい出てくるんでしょうと思いますけれどもですね。はい。はい。で、ロックバーは、はい。12月のロックバーは12月の23日の月曜日です、うん、はい、うん、はい、はい、久しぶりに月曜日です。はい、はい、この月曜日はなんだ、あの、今年は普通の月曜日なんですか、わかんないですけど、うん、そうなんですよ。冷たいね、本当にね。この間まで、去年ぐらいまで赤かったんですよね。あれ、そうそう、去年までは確実に、まあ、あの、昭和の日は、ね、はいはい、お亡くなりになったからね。ああ、はい、ご褒美をされた。なるほど、うん、まあ、今回はバトンタッチだったわけで、はい、ご存命ですから、まあ、そこはですね、ね、はい、しょうがないです。しょうがないって言うのそれは、うん、失言でございます。そうですね、はい、訂正させていただきます。はい、だって普通の平日、はい、12月23日、はい、はい、ですけどね、クリスマスイブのそのまた前日です、はい、クリスマスイブも平日でしょ。平日ですね、うん、普通に平日ですから ね、 別に何もないですからね、はい、今日は何日ですか。今日は20日の予定です、はい、リスナー様的には20日です。聞いてる皆さんは20日です、はい、20日の金曜日、あの、うん、そう、我々は今頃リハですよ。ああ、そうか、はい、そうですよ。そう、何事もなければ。何事もなければ。そう、あの、大概ロックバー前日リハなんですけど、今回スケジュールの関係でちょい早いリハさ。でも毎年ほら、12月のこの時期になると、何事かあるんではないかというワクワク感があるわけじゃない。おお、ワクワクなの、うん、サンタさんがやってくるとか。いや、その前にほら、ね、明日、あたりに何かあるかもしれない。ん？なんでもないよ。あれ？あ、今日は17日ですもんね。あの、我々的には、はい、はい、そうですよ。収録的にはね、そうですね、はい。明日あたりに何か来るって。まだそこキョトン。ずっとキョトンとしてる。ディレイだね。なんか脳みそまでディレイかかってるかもしれないな。ディレイタイム長い。ディレイタイム長いし、うん、何か振られるのかなっていうちょっとしたあの、えっていう。振りません。私何も聞いてない、はい。何もありません、はい、大丈夫です。平和平和。一部の人は明日何かあるんじゃないかと思う人が世の中にはいるっていうだけで、もしかしていいです、もうやめなさい。そこまで、そのぐらいにしといた方がいいんだよ。さっき言った話かな、うちは出ないんですか。何でもないです、何でもないです。全くこの人は、あの、トンチンカンな方向を向いているみたいですね。自分に都合のいい方に考えるタイプなんで、はい、はい、
はい、つわけでですね、はい、はい、今回はですね、そんなわけで月曜日なんですけども、はい、まあクリスマスのちょい前ということでですね、全員サンタさんの格好とかするんですか？何言ってんのこの人たまにはそういうことをしたらいいと思う。100均で出てますよ、サンタの帽子。あ、お前ふんどしで出てみるか私が、うん、どうして なんとなくこう私は日本のサンタみたいな。それはだって日本持ってますけど、未使用のやつあるんかい。あげてもいいですよ。あるのかよ。あの赤風に赤サンタの帽子かぶってる、うん、そう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 。ただそれは日本男児がやるものであり、今でもさ、ふんどし女子って多いんでしょ。え、うん、知らない、聞いたことある。なんか楽なんだって。へー、締め付けがない。いいみたいですよ、うん、ふんどし。あれ、ふんどしってどういう仕組みになってるんですか。あれ細長い布、細長い布だよね。布、いい塩梅に巻きつけていくわけで、はあはあ、結局ティーバッグなわけですよ。まあそうなる、そうなりますね。はい、はいはい、前だけちょっと布を残して、あとはねじってキュッとやれば、まあ、回しと一緒か。そこまでキュッてしないですけどもね、うん、きっとね、そのゆるさを売りにしてるんでしょうから。まあでもなんだ、あの根本的なシステムはそういうことなんでしょ。あの、わかんないけど、布、細長い長方形の布を、うん、なんかこうね、ネクタイを締めるがごとく、多分そうだと思う。腰回りになんかこう巻き方があって、うん、あだこうだやるとああなるんだよね、うんうんうん。どうなんだろう、こう前からこうギュッと後ろにニュッと持ってってくるっとねじって横にギュッとやる感じ。今ので伝わったかな、うん、どうですか皆さん。多分合ってると思う。そうだよね、うん、うん、ね、調べようかな、うん、ふんどしね。でも、あの、はい、あの、はい、脱線して、あー、おなんだ、俺もうちょっとふんどし語りたかったんで、あのすみません、あの脱線してませんか。うん、大丈夫、いつものことですからね。はい、大丈夫だ。そう、元に戻すと、はい、なぜ、はい、演者じゃないんですよ、6番。私、はい、演者じゃないのに、はい、あの赤粉の意味がで出るかっていう意味がちょっと、うん、よくわからないんですけども、うん、それはやっぱりあのステージに上がっていらっしゃる方たちがそれをやってこその。そうか、わかった、うん、君は、はい、基本的にボーカルだからそういうことを言うんだよ、はい、なんで？え？楽器やってるやつは多分ね、うん、自分からそういう発言はしない。邪魔だもん、あの服。ふんどしがじゃなくて、そうじゃなくて、サンタ、サンタ、うん、来てドラム叩けとか言われたら嫌、うん、だと思うよ。帽子だけでいいじゃないですか。だからあのね、うん、そういうのも邪魔なのよ、うん。だって激しく頭を振るわけでもないよ。うんうん、でも嫌なの。嫌な。私サンタで踊ります。それはだからセンターで活躍なさる方でしょ、はい、ね、センターでこう思いっきり目立って歌ったり踊ったりする方はそれでいいのよ、はい、邪魔ってその、はい、でも服飾的な邪魔じゃなくて、はい、見栄え的な方の話ですか。見栄えも含めて、はい、そのね、プレイヤー、楽器のプレイヤーって、はい、そういうのってあまり好まないんですけど、うん、まあ、確かにそうだな、言われてみれば確かにそうかもしれないですね、うん、昨日日がないっつうかね、うん、機能的じゃない、うん、じゃあボーカルお二人だけでも、え何を言ってるんだ何を言ってるのかな、うん、じゃあもうあれじゃないですか、 それこそ赤粉、あの、うん、うんじゃないでしょ。いや楽器ね、邪魔になるんだったら、うん、赤粉だったら何も邪魔になるものはないです。我々はレッチリじゃないからね。レッチリは靴下です。、うん、いや、そういえば戻るらしいね。ジョン、だからいつ来日するんですか。それ俺は知る友達じゃないから分かんないけれども。いつ来日、私はもうそのことしか考えてませんけども、ね、戻るんでしょ、うん、戻りますよ、戻りますよ、うん、ちょっと鼻血出そうなんですけど、だからといって今回レチリやりますっていう、はい、それはちょっと急すぎますよね、うん、急すぎなんで、はいはい、まあ、そのうちやると思います。なんか前から言われてるから、ね、はい、レチリまだ一回もやってない、やってないね、うん、なんでやってないのか不思議で、確か前回の時私聞きましたよね、うん、なんでレチリやんないのって。まあ、そろそろフグチリの季節ですからね。そういうこと、うん、
まあ、話はこの辺で、はいはい、そういえばなんですけど、まあ、全然関係ないんですけど、はい、カニがうちに届いてました。マジで？カニがうち北海道なんですけど、カニがタラバが、はい、届いてました。食べ応えのあるやつ、タラバ、はい、でかいやつ、でかいやつです、はい、顔ぐらいあるやつ、あ、もう全然ありました。 あれはなんかタラバは食べやすくていいよね、はい、食べやすいです。なんかもう太いんで、うん、あのギュッて出せるんで、うん、食べやすいです、いいね、食べやすい。毛ガニとかあるかは全然、あ、美味しく食べようと思います。いや、ありがとう。あーぬちゃん、ごちそうさまです。よ、もしかして下がって、下がって、うちに、カニね、みんなで上流ラーメンしながら悪いね、なんかね。あ、じゃあビールとか、じゃあ お次しますね、じゃ あ、 あ、じゃあビールは持参でいき、持参でお願いしますね、瓶ビールでお願いしますね、じゃあコップだけはこっちで出すね、じゃあ、うん、お願いしますよ。カニね、はい、なんか食べるものとかありますね、年末年始とか。すき焼き、すき焼き。年末年始は特別なすき焼きなんだね。そう、あのこれ言っちゃっていい、どこまで言っていいのかな。某、はい、あの割とお高いスーパーでですね、はい、29日肉の日はね、仙台牛が半額になるんです、仙台牛だけじゃないんですけど、はい、で、まあ、年末ぐらい、はい、仙台牛の、はい、ちょっとあの霜降りの、はい、普段だったら絶対に買わない、もうなんなら見向きもしないやつを半額で仕入れてきて、ダッシュで買いに行くわけ。ダッシュでしなくても結構マジあるから、へー、上品な人が行く店なんだね。うん、てか全てにおいてお高いから、あんまり普段は行かないですね、うん、なるほどね。半額って怖いよね。え、半額ってなんか買っちゃうよね。あー、でもちょっとわかりますね、うん、そうだね。あの某だ、某あの黄色いお店あるじゃないですか、このディスカウントショップ、うん、はい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 、はい、とかも全品こう安くなってるから結構買いたくなりません？うん、うん、なります。そう、なんか別にその今欲しいわけじゃないんだけど、うんうん、行ったら欲しくなりません、うん、で、よく考えるとそんなに安くもなってないっていう、うん、そうなんですよ。ちゃんと見るとあいつもと同じぐらいじゃん、うん、宇宙の教室もね、来月からね、はい、入会金半額キャンペーンをやるからね。お、ほら、半額っていうとやっぱりみんな入会したくなっちゃうでしょ。入会したくなるでしょ、うん、でもね、入ってみるとね、月謝変わってないから、ね、変わんねえんだよな。月謝まで半額にしたら、それは、うん、いやでも入会金半額はこれ本当です。はい。今多分、初発表ですけども、お1月から。おじゃあもう今のね、1月の機会にぜひということで、うん。はい。1月から僕がもうやめようぜって言うまで、はい、半額です。お、もうやめようぜが来ないこと祈るばかりですね。そのもうやめようぜが1週間で来ちゃうかもしれないので早い方がいいね。3日かもしれないし、うん、そうそう、秋っぽいからね。ちなみに教室の営業日は4日からとなっております。はい。はい、ぜひ初売りのごとく並ぶがいいさ、はい、あー、まずいまずい、また脱線しちゃってるな、まずいな。そう、ロックバーに戻しましょうね。まずいな、肉のイベントの話しないといやいや、肉のイベントの話を、ね、肉のイベントじゃないんですけどね。そうですよ。ちなみにお肉は、そう、あのね、そうだからね、今回そのクリスマスの直前ということで、あのいつもね、あの美味しい、他ではちょっと食べられないような、まあライブハウスではまあ出るわけがないような美味しい肉を毎回出させてもらってるので、肉のイベントと勘違いされてるんですが、はい、コムレビからね来てるんですけども、はい、そのコムレビのリオさんがですね、今回はクリスマス仕様にしてくれるという話を先月の時点でしてました。やった、はい、あ、ごめん、はい、忘れてた、はい、トナカイ買ってねえや、まだ、あ、トナカイ狩りに行ってないわ。そうだそうだ、フィンランド行けばいいんだっけ。そうですね、間に合わないかも、6はいなかったらごめん。そう、あの鹿肉が出るんですか、鹿肉が。先月のそばで、そう、あのコンタさんがね、あのトナカイをねハンティングしてこなきゃいけないっていうことに、狩猟狩猟ですよ、狩猟、うん、狩猟モードです。狩猟、密猟密猟かな、密猟じゃないですか、それは。免許はござるの、ね、ないで、そこ取るところからちょっとダッシュ、猛ダッシュで、うん、そうか、いくら遠洋漁業担当でも私は行きませんからね。遠洋漁業担当、先になんか言っときますけど、行きませんから、ね、海ですもんね、海、今年無理かな、じゃあ、うん、トナカイちょっと買ってこれなかったな、残念。じゃあ来年に向けて、そうだね、はい、ちょっとあの、はい、1月からとりあえず免許取るところから始めます。何の免許取ればいいんだろうね。
何ですかね、狩猟な、な、何級みたいな。鉄砲。鉄砲の扱いから覚えるところから。弓とか槍とかいろいろ、ああ、確かに。いろいろありますからね、罠とか。うん、まあでも国内って日本国内じゃないからね、いろいろね。ああ、そっか。フィンランドに行かれるんでしたっけ。フィンランドで、あの、免許取らなきゃ。トナカイだからね。持って帰るの大変じゃないですか、でも。そう、どうやったらいいの。船に乗って。バラバラにして、キャリーに詰めて。血が滴りながら、この工場に行くわけ。事件だよ。事件だよ。保安警察でピーって。やばいよ、それ。この見た目ですし、そして。はい、確実に引っかかりますね。うん、あ、残念ですね、皆さん。はい、まあ、そんなわけで、木漏れ日のお肉は。はい。はい、ね、クリスマス仕様になって、ちょっといつもと違うやつが、はい、用意されてると思います、多分。うん。うん、ちょっとね、細かい打ち合わせがまだね、現時点であんまりできてないので、りょうさんがうっかり忘れてるとどうかわかんないですけど、多分大丈夫だと思う。で、りょうさん来てくれるのかな？あーと、可能性は。うん。うん、来てくれないと、そんな、現時点でわからないものを、私はどのように。大丈夫、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 ちゃんと、姉さんがやることも考えて、うん、ね、ちゃんと作ってくれてるから。うん。うん、じゃあ、りょうさんも来てください。クリスマスだから。うん、業務連絡です。りょうさんは。あ、りょうさんがさばいてくれる肉、スペシャル。いや、そこまで多分ね、大変なものじゃないと思う。多分、いや、大変じゃなくても、りょうさんがやってくれることに価値があるんですよ。と思いません？そうだな。まあまあ、どうなるかな。はい、まあ、お楽しみということでですね。はい、はい、本編の方は。いろいろやりますよ。はい。ラストクリスマスとかやるんですか？やりません、はい、ゲリマッハの曲ですか？ゲリマッハの曲ですか？ほら、キョトンとしてる、ほらほら、ラストクリスマスってゲリマッハに聞こえませんか？ラストクリスマス、あ、ゲリマッハ。マッハなゲリ、マッハなゲリです。お腹が痛い曲だと思ってます、うん、私は、うん、これからクリスマスずっと流れていくので。でもゲリマハの呪いを今リスナーの皆さんにかけました。いやー、まずい、まずいな。、はい、ぜひね、ゲリマハにならないためにもですね、23日、はい、月曜日、はい、フォラスチカジャンクボックスでですね、7時オープン、7時半ぐらいから、演奏も始まります。はい、はい、スペシャルクリスマス仕様の、今回限定のお肉も出ると思われます。はい、ぜひ皆様、はい、ロックの名曲を聴きにですね、はい、フラットね、遊びにいらしていただければなと。はい、はい、おまけでございます。はい、はい、以上ですか、ね、まあそんな。なんかクリスマスの曲とかやるんですか？まあそこはちょっと秘密です。あら、あれ、はい、出し惜しみ、もう出てませんでした、あれには。んんんん、そういうこと言うと、ほら、あれだから。あれ、そう、あれはあれ、あれはほら、発表してるのは本編の予定曲だからさ。ん、本編以外もあるじゃない。あ、それ、そこまで言っちゃう。え、うん、まあいろいろ自爆しました、今。いろいろ、ほら、今いやいや、だってほら、自爆しましたね、今。途中で話を止めたのに。まあ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 、いいです。まあまあ、なんかあるかもしれないし、ないかもしれない、うん、ね、はい、本編予定曲にはなかったですけども、うん、知ってる曲だといいな。ね、どうなんでしょうか。はい、はい、というわけでね、まあ、あとはほんとなんかいろいろ告知大会もあるみたいな、ね、CM 挟んでエンディングでパパッといきましょうかね。いいですか。はい、はい、じゃあ一旦 CM です。シュメメさん、店長、店長、はーい、これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか。え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません、すぐ作り直します。おお、見てだけでわかるんですか。はい、それを知りたい方はスープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。はい、というわけで今週もなんかよくわからないうちに30分が過ぎようとしております。
はい。はい。あれ様も年末年始ご忙しいということで、はい。いろいろあるんですね。はい。はい、このオンエアの2日後、12月22日、東京初大ドアーズにてライブがございます。こちらはチケットも完売しているので、会いに来れる方だけ会いに来てください。ソールドアウト。ソールドアウトです。続きまして、1月の12日、大阪にてライブ出させていただきます。次週でちょっともう少し詳しく話そうと思うんですけど、こっちは歌う予定です。よろしくお願いいたします。はい。そうね。そう、次週。はい、そうですよ。このままのメンツで、来週、はい、はい、リビードタイム忘年会がありますから。はい。はい。はい。ね。はい。はい、というわけで、はい、今週はこんな感じですかね。はい。そうですね。はい。そうですね。はい。無事、なんとかできましたよ。はい、多分。ね。なんと、23日にジャンクボックスに来てくれればそれで良いと。うん。はい。はい。いいよ、楽しいよ。ああ、プレゼントとかもらってもいいから持ってきてもらっていい。うん。いいね。はい。はい。はい。ぜひお待ちしております。はい、私のお宅はみんなわかってるよね。持ってくるんだよ。わかってるよね。はい。持ってきなさいね。わかってますね。はい。はい。というわけで、じゃあ、はい。お二人よろしく。もうだよ、はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近くミシュランガイドにも載っているメンハウスコモレビ、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜地下鉄高等大公園駅から徒歩2分、本町教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、相変わらず息がぴったりなようで、はい、はい、ようございました。はい、はい、この提供もね、来週あと2回、今年分残ってますのでね。はい。はい、というわけで、今週は近田先生来ていただきました、はい。ありがとうございました。皆さんお待ちしております。出ます。はい、そしてきっと来週も来てくれると思います。というわけでですね、はい、また来週も聞いていただけたらと思います。それでは皆様、よい週末を。お過ごしください。また来週。バイバイ。バイバイ。Hello, cute man. It's just for you tonight. Surely, God will forgive me. This holy night. Love is coming. Yeah, this year. Yes, time.